はい、どうも皆さん、こんにちは。えずいこです。それでは今回なんですけども、三井住友ゴールドナンバーレスを発行、発行したりを含めて解説ということで、今回は三井住友ナンバーレスゴールドについてですね。この動画では僕が三井住友ナンバーレスゴールドを作りましたよっていうことと、なぜ作ったのかということについてお伝えします。もしですね、作成検討されている方がいらっしゃれば参考にしていただければなと思います。それでは いてみよう今回作成したカードはこちらのね、三井住友カードゴールドナンバーレスということで、まあ、結構ご存知の方は多いと思うんですけども、以前もね、僕何回か動画にさせていただいたんですが、なんとですね、この度、ま、あ昨日ですね、作っちゃいました。結構ね、このカードについてはもう作るかどうかってすごい迷ってはいたんですけども、今回なかなかいいタイミングだなと思ったので、作成に至りました。念のためこのカードの情報なんですけども、三井住友カードゴールド NL ナンバーレスですね。年会費は通常5500円税込みと、 たまるポイントは V ポイント。で、還元率、通常のショッピング還元率として0.5%還元なんですけども、ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、マクドナルドにて、ビザのタッチ決済とか、マスターカードコンタクトレス決済、いわゆるタッチ決済ですね。こういったものを行うと5%還元を受けることができます。で、特定の内容として、国内の空港ラウンジが無料で利用できたりですとか、旅行障害保険であったりとか、ショッピング保証であったりとか、あと年間100万円を利用することによって、この税込み5500円の年間費が永年無料になると。で、さらにですね、これ100万円をクリアすることによって、 1万 V ポイントががもらううこことととでできるといいございます、すすす結結構構このカードが登場ししてかららもももううででに作成された方も結構いらっしゃると思うんですけどもまあ、そもそもですね、なぜ僕はこのタイミングで作ったのかというところですね、今回作成した理由含めて3つ紹介したいと思います。まず1つ目はですね、こちら、年間100万円はおそらく使う可能性が高いなと思いました。この発表された当初は100万円ってなんちゃかんちゃねかなりの金額になるから、まあ、使わないだろうというふうに思ってはいたんですけども、いろいろ、ま、計算をし始めたら、 まあ、使うなというふうに思いまして、今回は作成に至りました。まあ、例えばですね、どんなものにお金がかかるのかという、いくつかピックアップすると、やっぱりこれですよね。毎月の固定費とか変動費ということで、まあ、僕の場合なんですけども、自宅の固定回線だったりとか、あとスマートフォンの料金。まあ、そんなに高いというわけではないんですけども、どうしてもかかるお金の一つと、あとはね、こういった水道光熱費であったりとか、そして僕は音楽聴くんで、スポティファイとかも入っているんで、これ以外のね、ちょこちょこしたサブスクとか、まあ、そういったものに、やっぱりどうしてもお金がかかるんで、まあ、そんなに かかるわけで、はないんでですすけどもどももうしてもかかるお金の一つですよねで続きまして、やっぱりね、ここがやっぱ魅力的なんですよね。スマホ決済に連携したりとか、あとチャージをしたりと。このページね、以前の動画で何回か紹介したような気はするんですけども、この三井住友ゴールドナンバーレスの特典条件である、年間100万円のご利用には、どのようなものが含まれますかということで、今下に出てるようなものがですね、いわゆるその100万円分の中にカウントがされていくということでございます。例えば、家族カードとか、他にも税金、家賃、公共料金の支払い、もうここだけでも結構熱いですよね。で、先ほどおし じゃあ楽天ペイスマホ決済ですね Amazon ギフト券の購入チャージとか迷、まあ、ったら Amazon ギフト券にチャージでもありですよね Apple Pay ですとか D 払い ETC Google Pay あと、ID、キャッシュ。他にも、ペイペイはそうですし、レボリュートもそうですし、これ前なかったですよね。で、ビザの立ち決済とか、これも前なかったですね。6グラム。まあ、こういったものと、三井住友カードナンバーレスを使ったら、ここの100万円分にカウントがされると。なので、結構使い方なんてめちゃくちゃ厚いんですよね。ですけども、対象外となる項目もしっかりと出ております。こういった年会費の支払いであったりとか、あとはね、三井住友カード積立投資とか、SBI 証券ですね。そして、電子マネーのチャージ。まあ、こういったものも対象外になると。ですけども、正直、個人的にこれらを使う頻度っていうのは、 高いののののでここれれがねこの年間100万円の中に含まててるっていうのはめちゃゃくちゃ熱いのかなと思いますちなみにですね、僕の使い方なんですけども、一部ね、ちょっとピックアップをしてみると、まあ、よくね、動画でも紹介するんですが、こちらのね、三井住友ゴールドナンバレスのカードを、このワイモバイルと連携するというか、ワイモバイルの支払い元にナンバレスゴールドを設定します。いわゆるワイモバイルの支払いを、このナンバレスゴールドを設定すると。で、そこから PayPay ペイペイにチャージをします。まあ、その方法っていうのが、この PayPay にソフトバンクワイモバイルまとめて支払いという方法でチャージをすると、 の還元こちら恩恵を受けることができるんですよねでそこから普通にねお買い物をするとペイペイで決済した場合は0.5%から1.5%の還元を受けることができるんで最低でもね実質1%還元でお買い物ができるっていう感じなんですよねなのでこういったお買い物含めてもやっぱり年間100万円の利用のカウントに入ってくるっていうのはめちゃくちゃ熱いなと思いますでそしてもう一つこちら税金関係の支払いということでまあ、先ほどちょっと紹介したようにですね三井住友カードゴールドナンバーレスこの中に税金って含まれてるのでまあ、いろんなね税金あると思うんですけども、それの 支払いいいでカウントされるというのはめちゃくちゃゃく熱いと思いますしあとですね、ちょっとこちらの記事を見てほしいんですが、これ日経新聞からピックアップをしてるんですが、国税スマホ決済で納付22年から所得税などでということで、これね、今年の2月16日の記事にはなるんですけども、政府は2022年1月から所得税や贈与税といった国の税金をスマートフォン決済アプリで納付できるようにすると。そして、決済アプリによる納付は地方税で東京都などが既に導入しているということで、そうなんですよね。 結構ね、ニュースが薄くなってたようなとこではあったんですけども、所得税とかこういった増用税が、スマホ決済で払えるってなると、ここ結構熱くなるってくるんじゃないかなと思うんですよね。まあ僕が住んでる地域、これ福岡市に僕住んでるんですけども、今現在はこういったね、試験民税とか、固定資産税とか、まあこういったもの、軽自動車税とかそういったものはまあ払えたりはできるんですけども、ここに出てるニュースがですね、本格的に始まれば、先ほどお伝えしたまとめて支払いでチャージをして、PayPay ペペで所得税とか払うことができるということでございます。で、まとめて支払い とかの場合は月のチャージ上限とかが決まってるのでまあそれまでの間に無理なくチャージしてどんどん貯めてっておそらくこれぐらい払うであろうなっていう金額をまとめてねペイペイに入れておくのもいいかなと思いますまあですけどもまあ無理にねチャージする必要はないんである程度の目処が立ってる方は先にねチャージをちょこちょこしておくのもいいかなと思いますけど本当にね所得税とかがペイペイで払えればちょっとテンション上がりますねでは僕が作成する2つ目の理由なんですけどもこちら SBI 証券のクレカ積立還元率1%ということでまあちょこちょこ、ね こちらも動画で紹介しているので、また見られてない方はぜひね、見ていただければと思うんですけども、概要欄に一応リンク貼っておきます。この SBI 証券のクレカ積み立てに関したら、今現在ね、僕も実践してるんですが、僕がですね、今現在クレカ積み立てで使ってるカードは、一番下に出てる、三井住友カード NL、いわゆる通常のナンバーレスのカードですね。これを使ってクレカ積み立てを行ってるんですけども、通常は0.5%還元なんですが、今現在キャンペーン中でございまして、実質1.5%でクレカ積み立て、毎月5万円が上限なんですけども、 クレジットカードで SBI 証券にクレカ積み立てが行えるというような状況でございます。で、それがね、キャンペーン中で12月10日でそのキャンペーンがね、終わるんですけども、それが終わった後は、まあ、いわゆるその0.5%還元になるんですよね。いわゆるこのキャンペーンが終了したら、このナンバーレスでもし積み立てる場合は0.5%還元になるんで、ちょっと物,物足りなさはやっぱ感じてしまうんですよね。なので、今回はですね、この三井住友カードゴールドナンバーレスを作成することによって、キャンペーンがなくても1%分のポイントを受けることができるんですよね。なので5万円の1%なんで、 500ポイントの V ポイントをもらうことができます正直クレカ積み立てに関したらやめるかどうか迷ってはいたんですけども結構ね積み立てしながら面白くなってきたんでそう考えてきたらやっぱりいついすみてもカードゴールドナンバーレスが必要だなと思いましてまあ、作成する一つの理由として挙げさせていただきましたそして最後は作成した3つ目の理由なんですけどもこちらハピタスいわゆるそのポイントサイトのハピタスで D ポイントが実質30%増量ということでこちらね今現在 D ポイントのキャンペーンで開催されてるんですけども以前ね動画で紹介し D ポイント15%増量のキャンペーンということでこれ1月5日まで開催されてるんですけどもこれに加えてですね、なんとこちらポイントサイトのハピタスで今出てるように今 D ポイントに交換すると最大30%増量のキャンペーンというのが開催されております今回ねちょっとこれに乗っかりたいなと思いまして今回のカードを作成しましたでですね実際にこの30%増量のキャンペーンってどういったキャンペーンなのか簡単にちょっとまとめてきたんですけどもまずはポイントサイトのハピタス内で一旦エントリーを行いますでさらに D ポイントの15%増量のキャンペーンの方にもエントリーを行ってくださいで、そこからさらにですねハピタスで期間中に対象の広告を利用してハピタスの ポイント合計2000ポイント以上を獲得しますここにも出てるようにこれ対象と出てるので一部対象外のものもあったりするんでこれはねキャンペーンページを確認してください、まあ、僕はね今回はその中でこの三井住友ゴールドナンバーレスをチョイスしたと後ほどね解説した画面紹介しますでそこからですね2000ポイント獲得ごとに10%がプラスアルファされますで2000ポイントで交換上限が2500ポイントアップするので暗記をねこなせばこなすほど交換上限がまあアップしていくということでございますでそこからですねハピタスから D ポイントに交換 するるここととにによっって先ほど紹介した15%増量のキャンンペーンに乗っかることがで、きるでさらに、ハピタスでは、ランク制度があるんですけども、最大のゴールドランク5、5%が上乗せされるんで、これを全部合わせることによって、実質30%が増量された状態で、ポイントを受けることができます。ですけども、ちょっと気をつけてほしいのは、それぞれ全部が D ポイントが付与されるわけではなくて、例えばですね、こちら、丸2番に関したら、ハピタスポイントが2022年の2月末頃に付与されます。D ポイントじゃなくて、ハピタスポイントが付与されます。で マルサに関したら15、15%分に関したら、2022年の2月末頃に D ポイントとして付与されます。そして、ランク制度の5%に関したら、D ポイントに交換した数日後にハピタスポイントとして付与されるので、ここね、ちょっとごっちゃにならず、間違いないようにしてください。まあもちろんね、キャンペーページを確認した上で参加していただきたいんですけども、ざっくりとね、流れで言うとこんな感じでございます。で、実際のね、作成した画面なんですけども、こちらハピタスを開くと、右下の検索を開きます。そうすると、検索のバーが出てくるんで、ここでナンバーレス っていう風に入力して検索っていう風にタップすると検索された一覧が出てくるんですがその中で僕は今回はこの三井住友カードゴールド NL っていうところですね6000ポイントと出てるんでこれをタップしますそしたらですね三井住友カードゴールドナンバーレスの情報が出てきまして下にいろんな条件が出てますんでそういった条件とか細かいところ読んだ上でこのポイントを貯めるをタップしますもちろんねこの6000ポイントについたら6000相当なんで元気にもできますし他のポイントにも交換することができますでこのポイントを貯めるをタップしたらいつも通りをね三井住友カードの作成 画面が出てきまして画面を下に下がってここにお申し込みはこちらという風に出てますちなみにですねこちら即時発行の方法も出てはいるんですけども僕の場合通常の三井住友カードナンバーレスを持ってるんでなんか即時発行できなかったっぽかったんでもし持ってる方がいらっしゃったら通常発行の状態で進んでみてくださいでうまく作成の画面から進んでこちら同意の上入力へ進むをタップして進みますこれまでね三井住友カードを作成してるんで端末に保存された入力履歴が自動入力が可能ですということで利用するをタップしてどんどん進んで,ってこれで 申し込みが完了ということでございますで、数時間後なんですけどもこちら三井住友カードからですね 公式のメールが届きまししししして三井住友ゴーールドドビザ NL ごご入会審査結果のののお知らせとととといいいいううここでででカードの発行手続きが完了しまましまたたた連絡ざぁ、まあ、ちょっとまだ手元には届いてはないんですけども、ちょっとね、届くのが楽しみでございます。ちなみにこちらポイントサイトハピタスの方で、次の日に確認したら、こちらに出てるように、三井住友カードゴールドナンバーレスが判定中6000ポイントと出てますんで、しっかりとね、作成する際にハピタスを経由したっていうのが、こういった履歴の方に表示がされてれば、あとは付与されるまで待つと ような流れでございますちなみにですね、先ほどの30%増量のキャンペーンもうまくできているのかということで、ピタスのキャンペーンページを確認したらですね、僕今回6000ポイント分の案件をこなしたので、あなたの期間中の総額と、獲得ポイントが6000ポイントとなってまして、こちら4週目になっております。確かね、カード作成前は1週目、 だったんですけども、まあ、現在は6000ポイント分のね、案件をこなしたんで、とりあえず4週目に入ってるというような状況でございます。まだね、11月も始まったばっかりなんで、ちょこちょこね、案件をちょっとやっていこうかなと思っております。ではですね、僕が今回お伝えした三井住友ゴールドナンバーレスを作成した理由ということで、年間100万円をおそらく使う可能性が高いと。これはね、人によって絶対変わってきますんで、まあ、支払う税金であったりとか、定費とか変動費とか、ま、あそういったものをご自身で計算して、まあ、使うかなっていう感じで思えば、まあ、作成してみてもいいと思います。そして、 1> の1%ということでまあ、キャンペーンがまあ終わるということで僕はね今現在キャンペーン中で1.5%還元を受けてたんですけどもそれが終わると0.5%に下がるので今回はゴールドナンバレスを使ってまあ、1%で積立をしようかなと思ってますそして3つ目はポイントサイトのハピタスで D ポイント実質30%増量ということでこちらねそれぞれエントリーが必要にはなるんですけどもなんちゃかんちゃね実質30%というのはお得だと思いますんで今回のこのタイミングで D ポイントの交換をしてみるのもありなんじゃないかなと思いますちなみに僕もねやっとここ最近 ににななってハピタスのランクがゴールドになりましたほっとしたとてますますあ、そんなこんなで今回は僕が三井住友ゴールドナンバーレスを作成したわけということについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。正直なところで本当にこのカード作成するかずーっと迷ってはいたんですけども、よくよく考えたら、長い目で見ると本当にあってよかったなって思うかもしれないと思ったので、今回ね、本当に作成してよかったなというふうに思っております。あと、この中にはちょっと含めてはいなかったんですけども、ここ最近やっぱりね、スマホ決済とかのキャンペーンも還元率が落ちてるのはもちろん なんですけども、やっぱりその抽選とかもらえたり、もらえなかったりするキャンペーンがちょこちょこやっぱ増えてはいるので、そう考えるとやっぱりこのカードを今のうちにちょっと作ってみてもありだなという風にも思いました。まあ、是非ですね。もし今利用されている方はこんな風に使ってますよ。とか、この方法の方がお得ですよ。とかまあ、そういったアドバイスなどあればですね。ぜひコメントいただければ嬉しいです。で、先ほどお伝えしたポイントサイト、ハピタスの登録、まだの方いらっしゃいましたら、こちらも概要欄にリンク貼っておきますんで、またね。気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。 ご視聴どうもありがとうございました。